こんにちは、インフィニオンの伊達です。4回にわたりお送りするのはセンシブインフィニオン製 SN比69dB のデジタル MEMS マイクのデモンストレーションビデオです。第3弾の今回のデモンストレーションでは音声認識の精度の違いをご確認いただきたいと思います。高性能マイクを使用してどの程度の距離まで音声認識できるか確認してみましょう。この IM69D130 MEMS マイクの特徴は SN 比が 69dB と高いこと、 AOP が 130dBSPL と広いこと、感度・位相の誤差が少ないことです。こちらの X モ社のスマートスピーカー開発用ボードを使用して実験を行います。今回はデモンストレーションのために特別に仕様を変更しています。こちらのボードの先端がインフィニオン製 MEMS マイクです。今回の音声認識に使用するキーワードはおなじみの Alexa です。このキーワードを認識すると LED が点灯します。では早速こちらのボードを使用してどのくらいの距離まで音声認識できるか試してみましょう。まずは2メートルです。Alexa, hello! Hi! ちゃんと認識できました。次は4メートルです。Alexa, hello! Hi! ここでも認識できました。最後に8メートルです。Alexa, hello!Hi there. こんなに離れていても認識することができました。マイクからの距離が離れていても音声認識できることをご確認いただけましたでしょうか。インフィニオン製の MEMS マイクの評価ボードの型番はこちらになります。ご覧いただきましたようにインフィニオンの高性能マイクを使用することによりより遠くの音をクリアに拾えるようになります。評価ボードはオンラインにて購入することが可能ですので、ぜひ皆様お手に取ってお確かめください。いかがでしたでしょうか。インフィニオン JP のチャンネル登録してくださいね。インフィニオン伊達でした。また次回もお楽しみに。